私たちは2008年から9年にかけて調査活動を行って、路上の方々の中にかなりの確率で知的や精神的な障害を抱えた人たちがいることが明らかになりました。そういった方々が生活保護を受けても劣悪な環境でプライバシーのない宿泊所に案内されてしまうことが挙げられます。障害の抱えた方にとってはその環境は非常に厳しいもので、生きるために失踪すると、そのために路上生活者がなかなか思うように減らないという現状があります。その現状を打破するために最初からプライバシーの守れる普通の住宅、これを提供して路上生活脱出の足がかりとするのがハウジングファーストという考え方です。2010年からハウジングファースト東京プロジェクトというプロジェクトを立ち上げて活動しています。手の足だけでも数十人、プロジェクト全体では多分100人を超える方がですね、路上から通常の安定した地域生活につながっていると思います。コロナになって4月5月ぐらいまでどうにか仕事があったけども、もう6月になって全く仕事がなくなり、寮からもね出てくれと言われて、で残った給料も使い果たして7月8月に、路上に出てきたという方はかなりいらっしゃいました。昨年度1年間の平均は50歳ぐらいだったんです。さらに若くなって今そうです、40を切るぐらいになってる方なんですね。つい最近も20代の方3人の相談を受けました。とも重要ですけども、私たちと顔なじみになってこの団体だったらね頼ってみようと思ってもらうことでして、その信頼関係なければですね、そもそも支援してほしいという関係もできません。はい、よくすり込んでください。ありがとうございます。よくすり込んでください。すり込んでください。どっちにしますか？カパン。カパン。カパン。カパンです。カパンで。でもカパンぜひお願いします。コロナで仕事してた会社が、そもそも潰れたというところと、あとバイトで入ってたところがシフトを減らされて収入が半分になったとか、休業要請で、給料がやはり下がって、もう食べられないね、家賃払ったらもう残らないとか、さまざまですね、支援、特別給付金もそうですし、福祉の貸し付けなどもありますけども、それを使ってもですね、どうにも落ち着かなくなって、私たちのところに相談に来るという方々がかなりいらっしゃいます。まずその方々 の状況を詳しく聞き取って、まずは生活保護なのかいいのか、それとも他のねチャレンジネットだとか自立支援とかがいいのか、またはもうすぐにね寮付きの仕事をね探した方がいいのかとか、または田舎に帰るとかね、そういった選択肢があるのかとか、詳しく聞き取った上で、やはり生活保護ということになりましたらば、その方のですねプロフィールを1枚のプリントにまとめて、そして、一緒に役所に行ってこういった方ですと、生活保護が必要です、ぜひともよろしくお願いしますということで保護の申請を行っています。我々はあくまで黒子に徹する、ご本人が望む生活をするためにちょっとできることをねやっていく。私たちは、これからもですね、
誰もが安心して暮らす社会、これを目指して活動を続けていきたいと思います。